ビンです。ボーカルの健作岸田です。はい、ベースの隼人です。ギターの無です。はい、でもね、いろいろ見てもらいたい僕らの素の部分だったり PV だったり、ちょっとね、もう一歩深くなろうっていう企画です。ね、無くん。はい、そうです。全然そうです、もう全くその通りです。全くその通りですからね、はい、そういうわけでね、ほうれい線ばかり気になる。切実なわけでですね、なんでとりあえず、まあ僕らはこんなバンドなんですっていう、ちょっと去年でしたファーストとセカンドの PV をですね、ちょろっとご覧になっていただけたらと思うんで、見てください。 VTR、ちょろっと。翼広げて場にはもう空目指して祈りの場所へ儚い方を抱くの時間はどうある僕の中で見ていただいたのは僕らのですね、ファーストの、バニラ君がいる空へと、まあ、あとルート69という曲だったりするんですけど、まあね、ギターが、この子が出やすくなと。そうですね、ギターがだいぶ雰囲気が変わりましたよね、うち。ね、冬の間に超えてしまいました。何があったんだろう、超えかな、超えてしまいました。超えた方、超えじゃなくて超えた方で、まあ、そういった感じでですね、まあ、僕らもこういう感じなんですけれども、この度2013年6月にサードマキシシングル「ワン・アンド・オンリー・ラバー」という新曲を出します。うん、本当に頑張って出すんですけれども、多分その PV はまあもうちょっとまあないんでね、あれなんですけども、その PV はちょっと近い形で出てるんじゃないですか、ムー君が。ワン・アンド・オンリー・デブが自虐的になりますね。はい、そうなんですよね。まあ、それを記念して、6月の23日に、新宿のルイド K4 さんの方でですね、レコーツワンマンライブやります。よっ、なんでもね、本当にぜひぜひ来てほしいんですよ。じゃあベースの隼人君から、はい、見どころ、ワンマンライブの見どころを。ワンマンライブの見どころですか、これを。だって聞いて、はい、あ、やだな、行くなる可能性があるわけじゃん。見どころですか、もうこれぐらいの可能性もかけてこう。いや、見どころ、まあムーさんがどれくらい痩せたかっていう見どころを見とかないと。いいですか、隼人君。はい、体重
は死を、あ、そうですよ、ビジュアル系は本名と年齢と体重がバレるとそれはすなわち死を意味するすなわち死を意味しますからね。ただおかしいんですよ、はい、年齢と本名、これはもう変えられないもんじゃないですか、ね、体重は本人のさじ加減だから、ね、というわけで、あの、こういったフランクなバンド、和気あいあいと書いてロビンと呼びますそんな僕たちの方ですね、まあ、あの月に何度かライブも打ってますし、まあ、あのブログの方も、ロビンで検索するとオフィシャルブログ出てきますし、まあ、それぞれのブログもやってますので、アメバブログさんですね、アメバブログの方でやってるのでチェックしてもらえたらなと。以上、せーの、ロビンでした。またね。